清新未曽有の国難打開に当たらんとする体制翼賛会第1回指導者訓練修了者204名は烈烈たる気迫を尾に去る20日靖国神社に参拝、神道実践の大使命達成を誓いました。この日近衛首相は一同の門出を祝し、時間克服の成否はかかって諸君の創建にありとの激励の言葉を送りました。東亜の新秩序建設を通して、さらに世界の新秩序の建設に寄与するという、この大事業を遂行するためには、これは政府だけの力では到底背負いきれない。1億の国民おのおのが皆それぞれの肩の上にこの国家を背負って立つという心持ちのもとに、雄を邁進しなければならんと思う。